それでは皆さん準備できましたでしょうか。では、3,2,1 で一緒に再生していきましょう。シャッフルになっていないかちょっと確認してください。一応曲順通りやります。はい、それではいいですか。 3,2,1 でいきますよ。 3,2,1。 あ、かっこいいな、ここ。始まりがめちゃくちゃかっこいい。すごい、なんかヘリコプターみたい。なんか不時着した感じがある。すごい、ほんとダイブって感じ。深海に今から深海に今潜っていってる感じ、すごい。あの入り方かっこいいですね。知らかすき身はまだ深い海の底で静かに生きてるの。歌っちゃった。あーかっこいい。今日もなく生きてると、とはいえ君がこの現在に渦巻く、メガヤビートの海を泳いでたとしてもだ、それが何だっていうのか、何の意味も何の価値もないさ。かっこいいわ、最初からかっこいいわ。根拠もなく生きてると、したら僕ら答えを見つけ出せるの。どこに
さいくつだってある言うならば自由そしたらばっか確かに背中の片隅で君を待ってるジェン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 。おーいいね。心の中に君が確かに住んでいたような気さす。ああこれも短いんですけどね、いい曲なんですよね。これ昔好きだったな。今ならば遠い夏を越えて秋を過ぎてあなたのことを思うよ。今でも会いたくて寂しすぎて映画みたい。手紙っていう映画みたい。いいね、切ないですね。
街中を駆け回ってるビジネスマン。ないから猜疑心と好奇心両手に抱えアクセプトを繰り返そして恋は生まれた愛の糸が そう私も思ったんですけど、この深海のアルバムが出る前ってトゥモロネバノーズもあったし、エビバディゴーズもあったし、あと S とかシーソーゲームとかも出てたはずなんですけど、このアルバムには入ってなかったんですよね。いつも面倒だ。いつの間にやり場もなくこんな思いを抱いてた。オーラブ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 。すごい主観ですけど、なんかこの時の桜井さんの歌い方ってなんか優しい歌でもなんかちょっと挑戦的な匂いがする感じがするんですよね。なんだろう、
そうそう、この前名もなき歌カバーさせていただいたんですけど、なんか名もなき歌もなんかそのなんかぐちゃぐちゃになってるような私生活とかなんか自分の頭の中かもしれないですけど、そういうのがなんかすごい名もなき歌っていう曲になってる気がして、なんかそんなことを思いました。でもミラーすっごいいい歌詞ありますよね。はいはい、こっから来ますよ。嘘っぱちに見えて自分を見失うような時は、そう願う今日この頃です。ここの歌詞がすごいいいですよね。鏡となるそばに立ち、暑い、うん、ビートルズみたい。なんか作り込まれたアルバムって感じがする。いい意味でもちろん。ねーささー、いやーいいね。ちぐちゃん、あ、ちょっと遅かった。名もなき歌が10枚目のシングルなんですね。かっこいい。残さず全部食べてやる。熱い、めっちゃ熱い。もう今日熱い。ダーリン、大切なものを開け。これ画面に入ってないのか。暑い今日。暑い、めっちゃ暑いな。暑い、ちょっと暑い、暑い。ここの歌詞耳に痛いわ。しさの檻の中でもがいてるな。じゃ窓辺暑い。
あー、名もなき歌好きだわ。気がつけばそこにあるもの。こんなこと未だかつて言った人がいたのか。もう詩人ですよね。そこから始まるさ。絶望しつBut then I do 希望夢勇気、かっこいい。あ、ちょっと言えるかな。はい、じゃあみんなさんで、せーの、さん、はい。成り行きマクセの恋に落ち、時には誰かを傷つけたとしても、その度心痛めるような時代じゃない。成功しましたか？ちょっと結構成功系じゃなかったですか今の早口。うわ、14曲入ってるんだこれ。おーりーの、知ってるこれ。名もなき歌をね、いつまでも捧げていただきましてありがとうございます。ゴミのようなダンボール、そこで眠る老婆。なんかこんな歌い方もやりますよね。1999年夏沖縄みたいな。あー、やっぱいいな、かっこいいな。このアルバムすごい好きだったもん。どこで歌ってるんだろうこれ。後で付け足したのかな。臨時ニュースをお伝えしますね。
すごい考えられて作られて、かっこいいな。代弁してし、マシンガをぶっ放せか。これシングルになりましたよね。あ、そうそう、シングルカットになったんだよね、これ。これのカップリングが旅人じゃなかったでしたっけ。あれも結構ね好き。牛丼食べてってやつ。ちょっと曲に集中しましょう。さあ、暑いんだよ今日。ことに意味はない。なんかもうすごい贅沢な時間今日。なんかもう音楽って聴くものから聞き流すものになっちゃったじゃないですか。なんかもうこう聴くっていう時間が、あーいいね、贅沢贅沢。昔はこうあんまり音楽を持っていくって感じじゃなかった。そんなこともないか。あ、でもね、もっとこうなんだか再生装置が大きかったですよね。ステイク。時間があるときにしかこうゆっくりこんなふうな時間取れないですよね。本当に通勤とか通学とかで聞くっていう感じじゃないですか、音楽って。いや、こういう時間を取れるのは本当にもう贅沢で豊かで、ブッパネセステンプレデック。どういう心境で作ったんだろうこれ。からゆりかごのアロカに入っていくんですよね。ここのイントロもすごいかっこいいですね。
累計売上が 274.5 万枚。すごい物語、物語。なんかこういうハリウッド映画ありそうですよね。ちょっと曲に集中しよう。ドラムの足がすごい心地いい。すごい音が立体的。こういうのが好きなんですよね。
ずっとここで、もう全然音がもうすごい四方八方から鳴ってる。これが心地いい。もうこの心地いい音のバランスを作れるってすごいですよ。ああ。素晴らしい。ああ素晴らしい。なんかもう本当音楽の真ん中で聴いてる感じがする。どのくらい経った？ん？おお、ピアノが入ってきたと思ったら。こんなのもあるんだ。トリコの始まり方もいいですよね。歌の処理の仕方がかっこいい。へっ、へっって吐き捨ててる感じ。来たらってなる。んた簡単に分かりきりでしたのってかな。桜井さんは歌うまいですね。よっおおくるって。気分なって言ってますよね。表現力が素晴らしい。よりゃこと いいですね。分かってやしない最新の君よっていう歌詞ですね。Yellow は多分いつなんかこのソンと
束縛されてたい Take me to heaven This is your love Give me your love もう覚めてもこうすごいかっこいい Take me ってもうこっからこっちに行きましたもんね、うん、Take かっこいい。すごい展開の仕方がかっこいい、うん、花に行きます。花、メメントモーリなんか花は桜井さんがその当時なんか女の人が歌ったらいいかなと思って作ったみたいなことを言ってたと思います。自分だってきっと愛せるから
最後の曲、深海です。すごい自分に語りかけてるよ。あ、ここのこの音好き。うーってやつ。なんか結構小林さんこういうの好きじゃないですか。なんかあれスワローテールバタフライとかもこういう感じが入ってて、これ好き。これいいよね。気が遠くなる。連れてってくれないか、連れ戻してくれないかって、シーラカンスに行ってるっていうことは、シーラカンスは自分ではないんですかね。過去の自分なのかもしれないですね。連れてってくれないか、連れ戻してくれないか、うん、もう一人の自分みたいな感じなのかな。めっちゃもがいてる感じがする、深海の中で。ボコボコっと水の中にこう空気がボコボコボコっと浮かんだように。終わりました。終わりましたか。いや長かったですね。でもあっという間でしたけど。
最後のなんかポコポコポコのところにズズ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 ズってなんか音が入ってたのが、あれがなんかどういう意図だったんだろうって気になりました。はい、皆さんお付き合いありがとうございました。いかがでしたか？最後まで見てないかもしれない。はい、こんな感じでした。いや、もう今日は、こういう時間をとってちゃんと音楽を聴くっていうことができて、私としてはすごく贅沢で豊かな時間でした。ね、よかったらまた他のアルバムでもやっていきたいなと思います。結構自己満入ってるかもしれないですけど、じゃあこんな感じで今回は終わりにしたいと思います。それではさよなら。